はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。3時半を回りまして、今日は土曜日なんでですね、証券市場開いてません。開いてませんけど FX だけ動いてるんですかね、外為、動いてますね。 122.12、 まあでも土曜日なんてそんなに、こうピュピュッとこう値段変わったりしませんからね。はい、さて本題いきましょうか。デイリー新潮ですね。これ3月24日ですから2日前に出た記事ですね。韓国で政権交代、ムン・ジェインは逮捕される、クエスチョン。本人は14億ウォンの豪邸での隠居を表明という記事でございます。ちょっと読んでいきましょう。そんなに長くないんで読めるかな。3月9日に投開票された韓国大統領選挙、激戦を制したのは保守系野党国民の力候補のユン・ソク、ここはユン・ソンニョルって書いてありますね。私はソクよりソクより出てきたんですけど、前はだったと。ちょっとあのね、かなり私ね、開票には操作があると思っていたんですよ。まああんまりそれ日本のメディアでは言ってませんけど、ちょっと飛ばしてここ行きましょうか。厳しい選挙戦を確保したユン氏の支持者の中にはこんな行動を取った人も、改革後ですね、大統領選の選挙管理委員はムン・ジェイン大統領や共に民主党が任命した人物ばかり。ユン氏支持者たちは期日前投票では与党側に得票数が操作されると訴え、期日前に投票するなど申し合わせていた。案の定、期日前は意思が優勢でしたが、本投票日にユン氏が逆転した。一方、僅差で敗れたイ・ジンでは早くも総括が、10ポイント差から接戦に持ち込んだ功績が評価され、医師の評判は党内でもうなぎ登り。負けたのにね、負けたのに。そんな中、敗因を押し付けられているのが意外にもムン大統領なのです。医師はもともと党内でもムン氏と距離のあるグループ出身。これを機にムン氏の力をそぎ、自らが党の主流派にとの画策もささやかれると。早々とね、医師が敗北宣言出したのは、かなりその操作したにもかかわらず、負けたからしゃあないなという諦めがあったんちゃうかと私は思ってるんですけど、そういうふうなことを書いてる記事もですね、いくつかありましたね。身内からも見放されたムン大統領となれば、現実味を帯びるのが退任後の逮捕。韓国では大統領の任期後、本人や親族が収監される例が後を絶たない。ムン氏はそれを見越してか、国民の記憶から忘れ去られたいと、プサン近郊、プサンね、あのムン氏の出身地、まあ正確には北朝鮮なんですけども、そのご両親が北から逃げてきてプサンの近郊にお住まいになったということですね。だから地盤ではあるんです。国民の記憶から忘れ去られたいと、プサン近郊に建築予定の豪邸への隠居を表明している。ただこれは、ここは、ただここは農業従事者、すみません、ここは農業従事者しか買えないはずの農地、ムン氏はこれまでも盗作をしてきたなどと苦しい主張を展開し、約14億ウォン、1億3000万円で購入しましたが、この問題が蒸し返されるのは必至です。ムン氏は大統領経験者の指定の警備員を30名以上増員することも決定。お手盛りですね、ほんまに。新兵の防御を固める腹ですが、任期中に囁かれた疑惑は他にもあり、お咎めなしでは済まされない。寒い第二幕の始まりかということで、この週刊新潮の記事ですね。1ページ目を貼っておきますね。この農地を買ってですね、買ったはいいんですけど、買うこと自体もですね、その農民ではない、なんでムンが買えるんやというのとですね、その後の地方政府がですね、その農地を宅地に変えてるんですね。
まあ不動産関係者ならすぐお分かりですけど、ずるって感じですね。それ行政は変えることができるんで、まあ、別に、まあ、変えたところに邸宅を建てて住んでるわけですから別にいいんですけど、広大な土地らしいんですね、1億4000万。まあ日本でね、山手線の内側で1億4000万なんて、ね、ちっちゃい土地せいぜい50坪もあるんかいなっていうかね、30坪ぐらいでしょうね。でもまあ向こうでは釜山の郊外、ちょっと郊外ですからね、ただ1億何千万も出せばですね、多分小学校のグラウンドぐらいの敷地は変えたんちゃうんかなと思いますね。でそこに家建てて隠居をするというふうに言ってるんですけど、このニュースって前1年ぐらい前から頻繁に出てるんですけども、何考えてんやろうなと思ってまあ別にいいんですけど、そのイ・ジェミョンさんが仮に当選しててもね、ムン・ジェインさん GoTo プリズンの可能性が高いと私は思っていたんですね。そもそもイ・ジェミョンさんとムン・ジェインさんって仲良くないんですよ。まあ同じ党ではありますけどね、形式的に。ほんでイ・ジェミョンさんってむちゃくちゃな人なんで、こう当選したらですね、都合の悪いことはみんなムン・ジェインさんの責任にしてですね、まあ多分大方それは間違いないんですけどね、もうぐちゃぐちゃにしましたから、ムン・ジェインさんはいろんなことをですね、だからそれを全部ムン・ジェインさんの責任にほっかぶせてこの人を逮捕するぐらいのことを、まあ、イ・ジェミョンであればやるだろうなと思ってたんですよ。でイ・ジェミョンが当選しても自分は逮捕で、マシア・ユン・ソクルさんが当選したわけですけども、彼は検事総長でしてですね、このムン・ジェインさんが任命したんですけども、でも自分に牙を剥いたということで解任しようとしたわけですね。そこでバチバチバチとした戦いがですね、1年半ぐらい前にあったわけですよ。検事総長ユン・ソクヨル VS 大統領ムン・ジェインという。でそれでユン・ソクルさんが自らこう検事総長を辞めるということで辞めて、で大統領選挙に出馬されたわけですね。もうかなりこう因縁があるわけですね、この2人には。だからユン・ソクルさんが大統領になると公正に捜査するというふうに本人も言明をしています。でムン・ジェインさん自体にですね、不都合なことがいっぱいあるわけですね。その、まあ、ご自宅のそれもありますし、ウルサン市長選挙というのもありますし、その他にもですね、まあ、多分叩けば埃なんか山のように、もう猛々たるですね、粉塵が舞うようなですね、埃が出てくると思うんで、多分逮捕確実なんです。ユン・ソクルさんも前政権の赤兵は清算すると言ってますから、そしたらそのね、プサンの郊外に建てた豪邸で暮らせないんちゃうかなと。まあまあ半年、長くて半年ちゃうかなと。で最近パク・クネさんがですね、釈放されてテグの自宅に入られましたけども、パク・クネさんは逮捕されて有罪確定して罰金食らってですね、もう全財産取られてしまってるんですねで今のテグの住宅は何でしょうね、自助殿か何か解体印税か何かで建てたみたいなことになってますけど、まあその辺よう分かりません。まあ多分サムソンが協力してるんでしょうけどね、まあそれはいいんですけど。だからこのムン・ジェインさんもですね、警備員を30人に増やそうが、そんなん検察が逮捕するとは関係ないでしょう。なんで、逮捕されて有罪にされると、そのプサンのですね、自宅も全部競売にかけられるわけですね。だからそんなことをチラチラやってるよりも、海外逃亡を考えた方がいいんちゃうかと娘さんがタイに行ってたんだけど最近戻ってきたみたいな話ありますね。なんで確か息子もいるんですね、こいつね、逃げつからないですけど、みんな連れて逃げだね。向こうは家族も巻き込まれますからね、まあ、逃げるべきなんちゃうのと。まあ受け入れてくれる国があればの話ですけどね。北は知りませんけどね、あんやろうか。アメリカは受け入れるかな。受け入れないと思いますね。そしたらキューバとかね、ベネズエラとかね、レバノンとか、ああいう国になってくるんちゃうかなって。そっち逃げないとインプリズンになってしまいますよ、はっきり言うて。まあまあそんな別に私が心配してもしゃあないですけどね。これね、ちょっとね、張りにくいんで、こう、探してくださいね。
デイリー新潮でしてですね、韓国で政権交代、ムン・ジェインは逮捕されるクエスチョン、本人は14億ウォンの豪邸での隠居を表明というタイトルの記事でございまして、これ24日に出た記事でございます。ちょっとね貼りにくいんで、貼りませんのでお探しください。一応私半分以上を読ませていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。